やばい、ちょっと待って、35万ダメージ、35万ダメージ。今日はね、行く年来る年テイム会をやっていきたいと思います。はい、じゃあね、あれですよ、生活基盤を整えるために今日はアンキロとビーバーを捕まえますよ。今日こそ捕まえますよ。前回はね、3時間半ぐらいかけてドエディ2匹クソステータス個体をゲットしましたんでね、本当にね、あのあれですよ、嬉しくて涙が止まりませんでした。はい、へいへいへいよ。85、戦闘能力このゴミだった。今日もほーみたいな感じ。今日もセメントがはかどりそうですね。はい、セメントが、いやー、共同資産が増えてきた。2021年は断固として高レベルイベから出さないっていうなんか名約があるのかもしれない。ビーバーマジ？俺ビーバーがいいんだけど、わらはビーバーじゃないと嫌なのじゃ。わらはマンモスは嫌なのじゃ。あ、イベカラーだ。やめろ、もうやめ、やめ。20、クソがよ、クソが、20、クソがよ、お前らよ、マジでよ、マジでプロテイン足りてないんじゃない、自分ら、自分らそんなんで出てきていいと思ってんの。あー、ダメだ、これしばかないといけない。筋肉足りない病だこいつら。ゴロッ、やばい、ちょっと待って、35万ダメージ、35万ダメージ、どういうこと今、何35万ダメージって、今聞いてない聞いてない聞いてない、今の台本になかったよ今の。AD 今の何、ちょっと待って、800は、どういうこと、どういうこと、信じられない威力出たんだけど。どういうこと？おい、こいつ、まさか、海洋拳使ったな、お前一瞬だけ。持ってくれ、オラの体やったぞ、こいつ一瞬。35万出たんだけど。軽くアルファレックスワンパンできそうじゃん。やばすぎじゃね？何今の一撃。何さ、35万？なんか349,999みたいな感じだったよね。意味わかんないんだけど。やりすぎやりすぎ、35万はやりすぎです。チートっすか。やっべ、チートバレちまった。チートバレちゃったな。寒いよ寒いよ、あ、ちょ、まだ寒いよ、あ、やばい、寒いよ。てかもう砂漠行くもん、これもう砂漠じゃねえこれも。よし、じゃあアンキロ探しますよ。60、あ、よかった。起きちゃったんだなこれ。あー、やっぱ砂漠なんだよね、最終的に砂漠。おい、トラップがこんなとこにあったぞ。誰だ、トラップってナイスだなこれ。まあ結局、まあ砂漠なんだよね最後はね。うん、まあそういうことさ、入ってなくね。まあ結局は砂漠なんだよね。うん、まあ結局はそう、すげえ緑な、まあ、結局はね、まあ砂漠なんですよ。まあそういうことっていうか、まあ、まあ最終的にはまあ砂漠っていうか、まあ、砂漠を信じろっていうか、まあ、ジョナサン君ちの近くっていうか、ここは。はい、はい、どうもお疲れ様です。どうも、オッケー、しゃ。あー、そしたら俺この近くでたまたまキブルが置いてある場所知ってるんだよね。なんか特級キブルとかユーティリアンスがたくさんなんか置いてあるとこ知ってるから、たまたまその場所なんかこの間見つけたから、キブルの自販機行こう。さっきスーパーチャットをあのもらったにもかかわらず、そいつん家に行って今からキブルをパクろうとしてます僕は。あ、なんかたまたまアイホスさん家が地図のマーカーにある。あー、たまたまあるな。砂漠から近いから、ワイバーンの羽休みに寄っていこう。やっぱり、こういう時ってマルチプレイの友情って光るよね。うん。もしもし、ポリスメン強盗が。アルソックの人々、待ってください。GDP がね、まあね、高いんですよ。GDP がね、うちが多分、なんかコンゴとかだったら、多分、まあ結構、ヨーロッパクラスかな、みたいな。そのぐらいの GDP の差がありますね。おい、もうこんなできてんの？早くない？この家のでき方。お、すげえな。うーわ、GDP 高っ。マジかよ。
オッケーオッケー。あ、ちょっと待って、ちゃんと俺は配慮をして、ちゃんとね、そんなバカみたいに持っていかないから、ちゃんとアンキロサウルスのドードデックスを見て、アンキロサウルスで5個必要で、あとビーバーね、カストロイデス、カストロイデスは150想定で4個、まあ10個ぐらいかな、うん、10個ぐらい持っていけば足りそう。ふぅ、申し訳程度に、じゃあ俺拾ったこれセメント入れといてあげよう。おい、破砕機もあるぞもう GDP が高いこの家ちょっとおしゃれだし、しかもなんかGDP 高え。じゃあちょっと俺気持ちばかりのセメント入れときます。あ、これは決してちょっとインベントリが邪魔くせえからちょっと入れとこうとかではありません。僕はなんて言うんですか、やっぱりそういったね提供を受けたので、代わりにセメントを入れてる5個なので、ちょうど半分ですね。よーし、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ついに私もアンキロサウルスを、しかもイベから高レベルをゲットする日が来てしまうとは。ポチ、あ、ついでにステータス見とく。HP10 ポイント。スタミナ18ポイント。酸素値23ポイント。何10ポイントって。食料値21ポイント。何が高いの、食料値21ポイント。重量345。19ポイント。メレ185。はぁ、こいつ無駄なポイント、移動速度に26ポイント振ってやがる。ゴミだー、ゴミだー。10ポイントって何あー、あー、くそか、なんてだよ。以上、藤原達也でした。達也って藤原達也でした。ありがとうございましたなんだよ、 HP10 ポイントってよ。俺生まれて初めて見たんだ、135以上の個体でよ。新手のゴミが来たおい、もうお前年末にも余計なネタ仕込まんでええから。10ポイントはえぐいって。正規のゴミ個体だった。10ポイントって何、いや、やばいよな。2100だよ HP。 頭おかしいでしょ。思考サドルつけてないと怖くて乗れないよ。ひどすぎる。いや、さ、今回のロストアイランドさ、ステータスがさ、ヤバぐらいなんかさ、ちょっとピーキーなんだけど、どういうことなんこれ。おかしいでしょ。あ、もしもし、買い取りですか。おい、ちょ、大黒屋に電話しといて、大黒屋に。おい、こんなやつに俺はキブル使ってよかったのか。しかも、他の人の家からパクってきた。無断で横領してきた。このキブルを、特級をね、しかも。じゃあ、この奇跡のアンキロを、ちょっとね、ステータス見ていきますか。そば食べてました。あ、俺は一人暮らしなので、どん兵衛を買いました。今日一応配信終わった後食べようと思って。子供がいるぞ。あ、かわいよ、あ、かわいよ、このクマかわいよ。グッバイ2021って書いてあるゲー細か、この人小谷さん、ゲー細か。あ、じゃあ小谷さん、ちょうどいいとこにいるんで、このアンキラのステータス見てもらっていいですか。あー、こいつ多分レベルアップボーナスで10ポイントの HP も伸びちゃったかな。まあやっぱりさ、レベルボーナスさ、135以上になると結構伸びる確率高いらしいから、うん、まあやっぱり結構伸びてんじゃないかな。うん、一番高いのはドキ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 、移動速度36おい、あの後10ポイント伸びたのかよ、テイムボーナスでよ。テイムボーナスで移動速度10ポイント伸びてんぞ、あそこから。舐めてんのか、この答え。ふざけてんだろ。次に食料値で34です。ふざけてんだろ、このアンキロ。このアンキロ舐めてる。マジかよ。このアンキロ、さっきのステータスからさらに移動速度10ポイント上増ししたぞ。体力20。スタミナ26。酸素値31。重量29。メレ25。もう135のさ、野生個体じゃん、もうそれ。弱すぎる。どうやったらこうなるの？え、なんか特殊な個体だね。ありがとうございました、なんか。いやー、びっくりだな。あ、36番入ってる、こいつ背中。あ、だからいい城だったのか。これアルビノだ、この城背中の。へー、アルビノだけが取り柄だ。
なるほどね。アルビノだけが取り柄。とりあえず、一回ちょっとね、もう一回ビーバー見てみよう。もう一回ビーバー見たら、次は、なんか重量40ポイントとかの、なんか神個体のビーバーがいるかもしれない。チラ？あ、140だ！うわぁ、あ、じゃあ、あ、じゃあ、あ、じゃあ、これ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 、メス。え、両方ともメスこれ。ハートマークついてない。ハートマークついてないから、これ両方ともメスじゃね？ダブルでいっちゃうかと思ったんだけど。あー、ダボーメスだ、これ。え、これ入れからこれ。おい、これちょっと。これ疑惑の判定だよ、これ。VAR だよ、これ。これ疑惑の判定だよ、これ。向こうは確実にノットイベカラ。そしたら、向こうをしばいて、こっちをしばいて、で、あっちのオレンジ黒をテームしよう。へい。ちょ、意外に足早いんだけど、意外に足早いんだけど。ゴー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 、逃げたぞー。ちょっと待って、アルゲイね。あ、違う。気のせいだった。あれだったわ。こいつの尻尾だったわ。危ない危ない。オッケー、カストロイデス気絶させました。囲ってからちょっと、ステータス、ご開帳しますか。いや、次は神個体じゃない。そろそろ神個体出てもいいと思うよ、俺に。まず HP ですが、1980。17ポイント。スタミナ、平均値20ポイント。酸素値、2025。17ポイント。食料値7800。29ポイント、食料値。重量16ポイント。メレは180、無駄なポイント20ポイント。食料値個体です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。体力17、スタミナ20、酸素値17、食料29、重量16。メレ20、ちょっと待って、おかしいな。なんかさ、高レベルおかしくない？高レベルさ、なんか30ポイントが2箇所ぐらいさ、普通ない？なんかおかしくないこれ。なんか平均的にゴミじゃない？メスメスだったから。あ、やばい！気絶値がやばい！忘れてた！やばい、キブルが無駄になってしまう！キブルが無駄になってしまう！やばい、忘れてた！やばい、こいつカストロイです！17個いるの忘れてた！まずい！戻れ、まずい！ダメだこれ。Y 番じゃ遅い !Y 番じゃ遅い !Y 番じゃ遅いもう。ゴキツムシ出番だ！ゴー、早く、ちょっと待って、あとどんくらい？やばい！ 4 割！ゴー！早く行け！ちょっと！やばい、忘れてた。完全に気に入ってた。忘れてた、完全に。戻れ、まずいぞ。いくらクソ個体と言えても、一応ちょっとイベカラーだから欲しい。まずい。もらったキブルが消失してしまう。あ、もらったっていうか、パクったっていうか。はい。グリフォン、さすがっす。グリフォンさん、マジパネっす。あー、こんなさん来た。あれだ。なんか、あれだった。AD の代わりに来てくれてた、ことじさんが。おぞーす。青薬注入しといて、ありがとうございます。できる男は先回りしても、あれだな、やっといてくれて、ありがとう、ことじさん。できる男はちげえな、やっぱり。タロさんとかとちげえよ、やっぱ。いや、余裕でしたね。まあ、華麗な手際で、まあ、サクッと、テーム、できましたね。うん。他人のキベルと、他人の麻酔薬で、テイムしました。はい。実質3割ぐらいの労力でテイムしました。はい。でも結果、クソ個体しかテイムできてません。はい。選ばれたエリートしか今んとこテイムできてないからね。エリート個体が本当に多いわ。あ、カストロイデス、新しいの湧いてる木だけかな。あ、ちょっと待って、緑いるよ。あれ、ワンチャン。高レベル。55じゃねえか、でもこの野郎。あ、じゃあもう一回あれ出す？今年最後の35万あー出たえ、なんだったのこれ今なんで出たの今35万え、これ出る条件何これ出る条件何これえ、何の条件でこれ出るのこれさ、なんかさ、普通は800しか出ないのにさ、え、何の条件で出るのあれ今何の条件で出たのさっきやり直したら800しか出なかったよねあかーんカストロイデステイム完了ですふやったねいや、ついに俺も木材恐竜ゲットか。え、スタミナ酸素値食料値が同じ数字。33。なるほどね。ビーバーでいつスタミナ使うのかな体力、重量、メレー同じで28。え、何そのなんか変な揃ってる感じ。なんとも言えん平均的なステータスやったわ。カスでトロイです。
カスでトロイデスにする。いいね、それ。ただの悪口じゃん。あと10秒となってまいりました。いやー、なんか行く年来る年だね、今日もね。2021年も楽しかったね。じゃあみんな2022年もよろしくね。明けましておめでとうが、一発目が金録がめっちゃ出とるぞ。ということで、今日は年越し配信といたしましたので、年越しとともに、それでは今日はこのぐらいにしておきたいと思います。それでは皆さん、今日もカスでトロイデスとともにお別れしたいと思います。もう悪口なんだよな、ずっとさっきから。それでは今日もカスでトロイデスとともにさよならしたいと思います。さよなら、バイバイ。